フットボールファンの皆さんどうも、今回は今朝行われたチャンピオンズリーグ決勝のシティ対チェルシーについて話していこうと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今回はチェルシーの、ゴールシーンというかプレス回避のところと、シティのビルドアップとチェルシーの守備についてを話していこうと思います。はい、じゃあまずは、チェルシーのプレス回避の部分について話していこうと思います。ゴールシーンを題材に話していきますので、まずはこちらの動画をご覧ください。はい、今の動画が、チェルシーのゴールシーンになるんですけど、このシーンは今までシティが割と結構プレスをかけなかったんですけど、このゴールシーンだけプレスを結構強めにかけてきた時に起きたゴールですね。で、これって過去2戦でも行われていたことで、どこを使うかっていうと、ここのプレスをかけてきた時に、このウィングバックを使うことでサイドバックを釣り出そうっていうのがまず一つの狙いとしてあります。で、ここでウィングバックをじゃなくて、ウィングを外切りで釣り出した時にここのスペースが空くので、チルウェルのここのスペースが空くので、で、ここの背後にボールを供給することでサイドバックを釣り出すことができます。で、そのためにシウーバとリュディガが2バックみたいな形で、アスピリクエータが割と結構外側に広がるようになってました。で、こうすることでジェームズを一つ押し上げることができるんですけど、で、ベルナーとハバーツもボールサイドに寄せるためにカンテが割とインサイドハーフみたいな立ち位置を取ることが多くなってました。そうすることで、ジョルジーニョのワンボランチみたいな形 でジェームズがこっち側でドフリーになることができてました。で、こうすることでここにチルエルの場所にボールが入った時にジョルジーノでベルナルドを釣り出しておいて、で、ここの空間でマウントがボールを受けることができるようになります。で、こうすることでマウントがボールを受けた時に、ストーンズがプレスに来るんですけど、前を向かしたくないので、で、ここのプレスに来る間の時間だけマウントがボールを持てることで、ベルナーとハバーツが動き出しの準備ができるんですよね。で、ここにストーンズが出てくれば、過去2戦と同じように FA カップとリーグ戦と同じようにベルナーがこっちに抜け出すこと で、ディアスの視野に入って抜け出すことで、で、このルベン・ディアスを引っ張ることができます。で、FA カップとリーグ戦はここにボールが出ることが多かったんですけど、この試合は違って、どっちかっていうと、よりダイレクトに、より直接的に、決定的な仕事ができるように、ここにハバーツが抜け出すっていう攻撃を仕掛けてました。で、だから、ジエクよりハバーツの方がやっぱ、走れますし、で、ここの抜け出しも上手なんで、だからハバーツが今日は採用されたのかなっていうふうに僕は思いました。で、ここに抜け出した時に、ハバーツが抜け出せば、ジンチェンコより前にいるので、先にボール触れて、決定的な場面を作り出せますし、仮にここでジンチェンコが早めに絞ってたとしたら、こっち側にジェームズが対応することが、ジェームズで時間を作ることができるので、一気にサイドチェンジをすることで。このような、設定をトゥヘルはしていたんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ、では次は、シティのビルドアップと、チェルシーの守備について話していこうと思います。では、まずはこちらの動画をご覧ください。
はい、では解説を加えていきます。シティのビルドアップは基本的に3バックの形になってて、でここの最初はジンチェンコが中に入ってフォーデンが外に流れてベルナルドが降りてきてひし形を作るようになってました。でプラスジェームズとスターリングとマフレーズが高い位置を取ることでウィングバックを押し下げてここにスペースを残そうっていう風に見て取れました。でだからここの3バックでここの3枚を動かしてここの誰かにボールをピックアップさせようっていう風に設定していたんだと思います。だからまあここでボールを動かすことでここにボールを入れたりここにボールを入れたりまあこういう動きでここにボールを入れたりっていう風な動きはしっかりと見せてました。でこれに対してどのようにチェルシーが守っていたかっていうとですねここにボールが入った時に最初はジンチェンコとかベルナルド・シルバに対応することが難しくなっていたんですけど、まあ、ここにボール入った時にハバーツが前に出ていくと牽制をかけに行くとここの選手に対してセンターバックが対応に明確に行くようになってました。でこうすることでここにボールが入った時にボールを回収する前向きに回収することができますし、さらにセンターハーフじゃなくて内寄りのサイドバックだったりインサイドハーフがサイドに流れた時にここにカンテがスライドして捕まえに行くことも多くなってましたし、でそうするとジョルジーニョが横スライド、マウントが縦スライドで場所を埋めるような守備になってました。でこうすることでここにボールが入った時にアスピリクエタがとカンテででプラスハバーツでここの場所を狭くすることでボールを回収っていう風になってました。ですけどここのアスピリクエタが出ていった時のやっぱスペース、ここのスペースを使われることが多くなってって、多くなっててっていうか、スターリングが斜めに使うことが多かったんで、それほど見られなかったですけど、まあ、ここに抜け出すことで、まあ、こういうパスで、ピンチになることがあったんですが、まあ、ジェームズだったり、チアゴシューバー、リュディガー、クリステンセンがしっかりと対応することで、まあ、事なきを得たというか、しっかり守備を行うことで、シティの攻撃をしっかり食い止めてました。で、後半になると、ジンチェンコとウォーカーが外側に立つようになったんで、こうなった時に何が起こるかっていうと、センターハーフのスライドの距離がめちゃくちゃ遠くなってしまってて、疲弊している感じにはなってました。まあ、ここの手前で時間が作れちゃうので、ジェームズとチルエルはウィングバック、ウィングにピン止めされているので、まあ、ここの距離が長くなったことで、ここのスライドの距離が長くなったことで、まあ、ここのフォーデンへのパスが入るようになってましたけど、それでもやっぱ5枚で場所を埋めてて、しっかりと、まあ、対人も強くて守備ができて、るのと、まあ、カンテとジョルジーノがめちゃくちゃ走っていたので、でそれでそのこのスライドの時間、スライドが素早かったので相手が時間かけている間にスカのトップのプレスバックっていう風になってましたし、かなりこのジョルジーノとカンテの働きのおかげでこの外側でサイドバックに時間を作られたとしても場所を埋めることができて、しっかりと守備ができていたんじゃないかなと僕はすごく感じました。でこのようにしてチェルシーは早い攻撃を意識しながら場所を守備では場所を埋めながらっていう風に戦って、まあ、2度目のビッグイヤーを獲得することができました。僕チェルシーファンなんでとても嬉しかったですし、で何よりチェルシーはなんか耐える
ことができるチームだなって思いました。その初めてバイエルン倒してビッグイヤーを獲得した時もどの試合もやっぱテリーだったりチェフだったりランパーだったりドログバーを中心に耐えてましたし、この試合もまあスピリクエタだったりリュディガーだったりシューバだったりもちろんカンテとかもまあチーム全体で耐えて耐えてでワンチャンスものにするっていう風な形を取ってましたし、なんかこれから新しい時代がまたチェルシーには来るのかなととてもとても感じて嬉しい結果でしたね。はい、まあトゥーヘルがずっと長期政権をあれすることをできることを願い、まあ今日はこの動画をこの辺で締めようと思います。欧州フットボールファンの皆さん、今シーズンもお疲れ様でした。たくさん試合があって多くの試合を見たと思いますが、まあ来シーズンも絶対面白い試合にもなると思いますし、またこれから6月の11日かな、ユーロ2020が始まるので、そちらもしっかり見てサッカーを楽しんでいこうと思います。皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。では今日はこの辺りで動画を終わらせていただきます。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。